1990年のテレビでは、1990年の、日本におけるテレビジョン放送全般の動向について、まとめる。連続テレビ小説は、この金メダル40.5%連続テレビ小説リ々ンリンと39.5%連続テレビ、小説系2、二人38.4%ナショナル。劇場ミト公門第19部32.1%ナショナル。 劇場を変え前第11部30.9%大河ドラマ飛ぶがごとく第1部29.3%素敵な片思い26.0%世界で一番くんが好き25.5%日曜洋画劇場大ハード29.0%日曜洋画劇場ロボコップ28.0%ゴールデン洋画劇場バックトゥザフューチャー24.9% 開票速報 33.1%NHK、ニュースワイド、第2部32.0%即位の例、祝賀5列の儀29.0%。プロボクシング、世界ヘビー級タイトル戦、マイク・タイソン、ジェームス・ダグラス38.3%、大相撲初場所、10日目33.2%第11回、アジア大会 29.2%90、 東京国際マラソン29.1%第41回 NHK 紅白歌合戦第2部51.5%火曜ワイドスペシャル第8回爆笑スターモノマネ王座決定戦34.6%第41回 NHK 紅白歌合戦第1部30.6%ちびまるこちゃん39.9%サザエさん36.4%キンちゃんの 爆笑仮装コンテスト。全日本仮装対象モノマネ王座。決定戦スーパークイズスペシャル世界丸ごと。ハウマッチオルのヒットスタジオなど。ありがとうございます。